今から100年以上前、人類は巨人の出現により絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は3つの巨大な壁を築き、そこで100年の平和を実現させた。しかし845年、突然現れた超大型巨人および鎧の巨人によって、全ての日常が壁とともに破壊された。巨人により再び蹂躙された人類はウォールマリアを放棄、活動領域はウォールローゼまで後退した。その混乱により母を亡くし、復讐を誓った少年エレンは訓練兵団に入団。その3年間は少年を兵士へと変えた。そして850年、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。どうしただと？のんきなこと言ってんじゃねえ、この死に急ぎ野郎が！てめえは調査兵団志望だから、いつでも巨人の餌になる覚悟はできてんだろうがよ！俺は明日から内地行きだったんだぞ！落ち着け！落ち着いて死にに行けっつうのか！違う！思い出せ！俺たちがシェドウを吐いた3年間を！行くぞ！
世話焼かれることもねえな。行くぞ。
行くぞ。目標は目の前だ。目標、今助けるから動かないで。任せろ。じゃあ絶対に逃がさないで。で、警戒して。絶対に逃がさない。絶対に逃がさないよ。集中して。
人類の力を思い知れ！逃がさないで！人類の力を思い知れ！人類の力を思い知れ！目標目の前！人類の力を思い知れ！人類の力を私に任せて目標目の前！人類の力を出す。なすべき償いが